IOC ・国際オリンピック委員会のバッハ会長は調整が難航している野球・ソフトボールの福島開催案について日本との連帯を示す重要なメッセージになるとの認識を改めて示しました。 2020年の東京オリンピックで追加される野球、ソフトボールの予選の一部を福島で開催する案について大会組織委員会と世界連盟との間で球場の選定をめぐり意見が対立し調整が難航しています。 バッハ会長は会見で福島での開催案について私たちはオープンだと述べ理解を示しつつも今後の議論を見守る考えを示しましたまた上限2兆円とされる大会予算についてはさらなる削減を行うべきとの考えを示しました